ご参加させていただきたい、このように思っておりますので、どうか一つよろしくお願いいたします。ありがとうございます。の問題というのになっております。そういった観点からお話をさせていただきますが、一つは科学的に全体的な構造がどうなっているかということと、それから一つの国立大学病院の事例なんですが、その事例を用いて、今現場ではどのようになっているかというのを説明をさせていただきます。まず1枚めくっていただいて、2ページ目、一つの国立大学病院の現状ですけれども、説明していただきたいと思います。はい、私の方から地域周産期母子医療センターの事例としてご紹介したいと思います。で、左の図に3階層の図に示しておりますように、地域の周産期母子医療センターというのは、いわゆる、その上の総合の母子医療センター。東邦大学大森病周産期センターの金子と申します。 NICU-GCU の主張をしております。よろしくお願いします。はい、失礼します。当院のまず概略だけのみ説明します。特定機能病院と三次救急の病院になっております。病床数972床で、分娩数年間845床、昨年度の計画に回ってまいりました。しましたら、次の、人の訪問看護利用者の状況というところをお伝えさせていただきたいと思います。重症心身障害児者という方が、記してあるんですけれども、私どものステーション全体でその方の人数16名になります。ここから一般病床に受けさせると、それから一般病床からこの在宅へという流れがやっぱり進まないというのが、そういう、まあ、全体的なお話だと思ったんですが、その各現場でその移行、NICU 作っても実際のパワーが足りなくて、そうは簡単に動いていかないという話だったと思うんですが、まあ、今現状ですね、その今4年目から初めて一人前というような形で仕事ができるというような、うちの病院が4年目からというのは遅いところもあるかもしれませんが、赤ちゃんの安全を考えればそのくらいの経験年数がないと22週は見れません。あと教育ということに、今の話もですね、一人の人が24時間ずっと見るわけじゃないですから、ローテーションするわけでしょ。それはそれだけその経験者っていうものの割合が高くないと、8時間だけその人がいたとしても残りの16時間か、そこを、委託先として条例で定めていただきたいと思います。で、定めてない場合は、今最初のお話になる定員の中であればいいですか。そこが、はい、療養通知書、ではなければ関係団体の方にも今日いらしていただいておりますので、ご意見をいただけたらというふうに思います。病院にあらざることになっているということを見ていただいたわけでございます。しかし、まあそれぞれ努力をしているわけでございますので、それが実るようにぜひよろしくお願いしたいと思います。ただですね、全体的に子どもが減っている、子どもの数が減っている、しかし手のかかることもすごく増えちゃってる、だからそういう意味では、やはり自費とかボランティアに頼るんではない形のですね、支援のあり方をぜひ推進していただきたいと思っております。それから清水先生がおっしゃられましたように、予防的観点の政策をその時に訪問して伺ってみると、そこのお母さんは、まだ若いお母さんが家族から虐待を受けていると。例えば、お前はバカだから子供ができたんだと、この顔さ来てくれるなと、来ると長生きするから来ないでしなさろ、思い方ばっかりだったんで、ちょっとそんな感じになったりすると、これで在宅ができるのが、また経営はどうなのか。